はい、どうも、サオでございますね。本日はミトラスフィアやっていきましょう。でね、新しいエクストラバトル切ったので、ちょっとアップデートの紹介からやって、攻略と美味しい点、まあなんか報酬とか美味しいので今回は喋っていこうかと思いますので、今回来たのがマチルデ・ヒルガルドですね。で、まあ以前のとね、一緒で、クリア制限、入場制限は2万とかで、まあ開催期間ずらーって書いてあるんですが、ちょっとね、美味しいところは、こちらです。レベルエクストラのね、戦利品。で、5000シード手に入るので、これはね、緑シードゲリラになってます。で、他はね、アーチャーの装備がね、ゲットできます。で、こちら、アプリスタイル、クイズになってます。これヘルプからできるんですけど、まあ、答えはネタバレになっちゃうんで、概要欄に書いてあります。まだ答えわかんないなって人は、概要欄見て回答すれば250個ゲットできます。すぐじゃないですけどね。で、最後、非属性ピックアップ1個で引けるガチャが毎週、毎日1個で引けます。前のやつと一緒ですね。それでは攻略見ていきましょう。まずはレベル1です。レベル1の方は、ドロップがね、しやすいのかなって感じを受けます。エクストラの方をね、基本的に回るのかなって思うんですけど、まず、普通の方を見ていきましょう。はい。では、普通の方やっていきましょう。で、今回は本当に難しいことを考えなくて大丈夫です。ちなみに、ヒーラーが2体いればご利用し可能です。あのね、竜神化して、蘇生1回でもさせてしまえば、大ダメージを受けたところで、そのまま持ち直して攻略できるっていう、本当簡単かなって思います。で、まあ、基本的になんですけど、まあ、敵が赤字だったら後ろに下がる。オーラ。敵の字が赤字かつ、オーラをまとい始めたら後ろに下がる。で、セリフ言ったら絶対下がるって感じでやればいいです。まあ、列攻撃とかあるんですけど、まあ、50射あると、まあ、周回速度を気にする人は若干下がっちゃうかなと思います。まあ、50射いるとかなり安定しますけどね。はい、結構倒れ始めましたね。この辺の格の違い、これはね、強力な単体攻撃です。後ろ下がれば大丈夫なんで。で、今、ヒーラーの方がね、蘇生させてくれました。こういう風にご利用し可能ですね。ちなみに今、赤字なので、俺ターゲットにされてて、死にましたね。十字花に散るがいいは、全体攻撃です。これは必ず下がってください。まあ、列の可能性もあるんですけど、でこういう風にまた、復活してっていうね、本当にご利用し。だけど、まあこれ正攻法なんでね。別にこれご利用しって言ったら、正道が何なのかってなるんで、セリフ言ってるときは極力下がると。まあ下がれなかったら何とかなる。それで勝ったつもりかは多分列攻撃ですね。ドーン。で、基本的にフィアンマで、竜神化使って、まああとは、まあチルド6857。まあなんか、後々オートでもいけそうになりそうですけどね。4万ぐらいあれば絶対オートでいけますもんね。って感じで、攻略してくれればいけるクエストです。まあ、もう一回見てみましょうか。はい。オーラまとってるので、後ろと。今ね、そうそうそう。非属性で固めるのが前提になるので、後ろの補助武器とかも非属性で固めておきましょう。属性ボーナス上がるんで。まあ、僕今これ 20% ぐらいしかないんですけど、まあ、究極行くと 30% ぐらいになるんですけど、まあ、このストーンの非属性のやつとかなんかなくて、こうなってますね。ヒーラーが一人いればほんと安定するんだよな。何度も言ってますけど、このクリスタルで2倍にしてから、隙を見て、効果力の武器を叩き込むですね。基本は。でこの絵は絶対後ろ下がって。もらって。
ドゥーン。あ、ちなみにこの絵は分かってない。多分この絵だと思うけど。重いんだよね、最近固まりますけど。これ僕だけでしょうかと言ってる間に終わりましたね。やっぱりヒーラー1位って、剣術にいればなんとかなる。でね、魔術いてもすぐ倒せますしね。まあ、どの職業でもバランス良ければ倒せるって感じ。今回は、まあ、拍子抜けかなっていう。じゃあエクストラ見ていきましょう。はい、ちょっとね、エクストラの動画がね、消えてしまっていたので、まあ、口頭で説明するんですけど、基本的にさっきと一緒。後ろに下がるオーラまとってたら赤字だったらね。で、まあ、セリフ喋んないですよ、エクストラって。あ、なんか特定のスキル。まあ、なんですか、同じ立ち回りで勝てます。全然一緒です。あ、なので、緑シードがね、一周5000手に入るので、基本的にはエクストラの方ね、回ればいいと思います。装飾品がね、育てやすいクエストになってます。今回は積極的にね、どの職業の方も回っていただければいいかなって思うので、ぜひ参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは失礼します。